こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本の最新鋭ステルス戦闘機開発も動き出した。XF-9-1。プロトタイプジェットエンジンが完成している。F-22 戦闘機の F-119 ジェットエンジンと同等の性能数値を叩き出している。だが、予想よりも上なのが F-35 戦闘機の F-135 ジェットエンジンです。なんと、推力18トン以上ともされています。アフターバーナー仕様時ですけどね。では日本のステルス戦闘機開発と気になるのが英国のテンペスト計画です。第6世代では1号機になるかもしれません。今回はテンペスト計画を詳しく見ていきましょう。日本の次期戦闘機計画も合わせて話していきますね。2020年7月、イギリスの軍需産業最大手で、かつての同国国営企業の流れを受け継ぐ BEA システムズ社が、新たな航空機の生産工場であるファクトリー 4.0 を設置したと報じられた。この新工場、ファクトリー 4.0 はイギリスのランカシャー州ウォートンに新設されたもので、既存の敷地内に建設され、BEA システムズ社が最先端と自負する航空機生産拠点となる模様だ。ここは、イギリスが威信をかけて推進している第6次世代戦闘機、テンペストの生産を担う工場と位置づけられており、各種のデジタルテクノロジーの粋を集めたものと謳われている。ただし、第6世代戦闘機と一口に言っても、その定義が明確化されているわけではないので、具体的に実現される内容については、続報を待つ以外にないが、開発の省力、デジタル化が進められるという。これにより、俗人的な部品精度の偏りを極力最小化し、稼働状況を即時的に把握して、最適な作業効率を実現、費用対効果の高い戦闘機生産の実現を追求するものと標榜している。日本でも2019年末の予算案から防衛省は第6世代戦闘機に該当する戦闘機開発を次期戦闘機という呼称に変更しており、現行の F2 戦闘機の代替計画には注目が集まっている状況だ。この日本の次期戦闘機開発においては、今回のイギリスのテンペスト計画への参入か、アメリカの航空関連企業との共同開発かの事実上二択であり、現状後者が優位だと見る向きが多い。これは、日本の他の兵器システムの大半が、すでにアメリカ製のもので、占められていることに加え、そもそも2030年前後の導入を目指している点で、少なくともテンペスト計画よりは5年ほど早いからだ。そうした意味では、フランスとドイツが共同開発を目指す第6世代戦闘機 FCAS も早くとも2040年頃の導入見込みと言われており、おのずと日本が時間を優先すれば、アメリカとの共同開発になるのだろう。しかし、
第6次世代戦闘機のテンペスト計画にしろ、 FCAS にしろ、共同開発に参画する各国の思惑と仕様、開発資金の問題などからまだ何も確定されたものではないとの指摘の声も聞こえていた。今回の BA システムズ社の新工場、ファクトリー 4.0 の新設は、その点からすれば、第6世代戦闘機の開発に先鞭をつけたものであり、一歩計画が具体的なものへと前進したと見ることもできそうだ。ファクトリー 4.0 の紹介の中で注目される一つに、デジタルツインと呼ばれている仕組みの導入があり、これは実際の機器や設備の情報をバーチャルに再現し、シミュレーションを行う手法だという。このデジタルツインのシミュレーションが生産工場の効率化や合理化を実現するツールとして導入され、従来の航空機製造の現場を刷新し、大まかには約半分の時間で同様の結果を出すとされている。テンペスト計画では、これもイギリスを代表する企業で多くの実績を持つロールス・ロイス社が機関部、並走システムもイギリスの MBDA 社、光学・電子機器類がイタリアのレオナルド社の担当だという。テンペスト計画には2019年にスウェーデンとイタリアの両国も参加を決定しており、これらの国々が導入する前提でこのまま進めば、現時点でおよそ400機程度の生産数は確保される見込みとなる。そのため、イギリスとして、ハジェガヒでも、日本の参画と資金提供を得てさらなる生産数の増加を期としているものと思われ、相互の技術交換を示唆し、重要な部分をブラックボックス化するアメリカとの差を強調しているように見える。日本の次期戦闘機やテンペスト計画 FCAS でも、現在導入中の第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2戦闘機の機能に大きくは4つの要素を追加することを志向しているのではないかと思える。それは、まず、第一に、無人航空機の管制機能であり、人工知能によって、自律飛行する動機を制御し、哨戒発哨戒、偵察任務や、必要に応じた的に対する攻撃機能を持たせることではないだろうか。二点目は、友軍機や艦艇など、他の戦力とのリアルタイムでの情報連携網の確立と、それによる連動した攻撃体制を可能にする、いわゆる共同抗戦能力と呼ばれる兵器システムが考えられる。3点目は、1点目と多少重複するが、無人航空機を敵との最前線に投入し、それらや従来よりも長射程のミサイルを用いて時期からロングレンジでの攻撃を行えるようにすることだ。最後は、現在の電子戦分野をさらに推し進めることにもつながりそうな、敵の破壊が可能なレーザー兵器の実用化ではないかと、個人的には思えてならない。いずれにせよ、この2020年度内には、日本の次期戦闘機開発の方向には、
協業先の決定がなされると思われるので、昨今のイージス・アショアのような二度手間にならないことを期待したい。